皆さんこんにちは、金曜日です。今回は食品レビュー、ガリガリ君梅を食べてみたいと思います。ソーダ味が基本的にあるんですけど、その氷菓子ですね、それの梅の味なんでしょうか。みんなで選んだ味と書いてあります。ごめん、来てしまった。なんか梅のすげえ色がドピンクっすね。梅ピンクだってここない。梅果汁が 3% あるみたいです。すげえ美味しそう。いただきます。ちょっといちごっぽい感じもしますけど、うん、あ、梅だわ。かなり甘いです。ちょっと梅っぽいな。うん、梅だわ。これは梅。酸っぱみもあって甘みもあって梅っぽいっす。うまい。うまい。うまい。ガリガリ君はこの幅の厚みがあるのがなんか夢がありますよね。食べ応えがあります。これは1本ずつ売ってるものなんですけど、70円ぐらいです。うまいです。皆さんも食べてみてください。たまに当たりがあるんですよね、これね。以上、ガリガリ君梅でした。結構パッケージこだわってて、なんかこの柄が他にもいろんな柄があってね。すごいよね。いろんな柄がありました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。